はい、じゃあ続きやりますか。よし、この階層からまた合成できます。じゃあやってきますかね。おにぎりしまいたいっすね。じゃあこいつをじゃあ置いて。もうこんなに必要あるかな？おにぎり。どうなんでしょうね。ハヤブサ天狗。そうそう。ハヤブサ天狗が出るんですよね。調べてきました。12と13にハヤブサ天狗が出ます。なので、注意が必要。合成するときには注意が必要。何合成するかっていうのはありますけどね。ちょっと矢打っていくか。あ、今で見ない。あっと、来い。ふう。そろそろあれか。防御力不足、かな。見返しの盾ね。あと一回合成できるけど。あ、こいつ偽物だな。こいつ倒さないとな。ふう。そろそろ厳しくなってきたか。蛇のような巻物なんだろう。まあいいや。あとで読もう。よし。保存が欲しいですね。保存がすごく欲しい。保存欲しいなあ。あと、できれば合成もしていきたいところではある。なんだろう。能老者か。しっかり矢を打っていこう。ちょっと呪う者に呪われるのは今勘弁だな。大根か。よし。草をくれ。こいつ名前つけとこう。こいつ毒草ね。毒草じゃない。毒草でした。毒草増やしとくか。この辺にばらまいとくか。まあ、こんなもんだろう。まあ、合成なんかするときのために、いいんじゃないか。ポケドラゴン。びっくりするな。相変わらずびっくりするよな、あれ。あ、なんかね、このダンジョンね、白蛇島？ここは、もっと不思議なダンジョンなわけですけど、いわゆる。今までやってきたね、フェンの最終問題とか、あとは、なんだっけ？最果ての道よりも難しいと目されてるようですね、どうやら。まだその片鱗をね、まだ見てないんですけどね。まだそんなに難しいかっていうとそうでもないんですけど。らしいですよ。どうもそういうことらしい。結構難しいらしい。多分中層なんかが難しくなってくるんじゃないかな。40、50まで降りるともかなり難しくなるんじゃないかなって感じしますね。なんかモンスターの配置を見るとね。そういう感じがします。序盤はむしろ簡単かもしれない。なんだこのアイテムの配置は。これは何だろう。カエルの絵の巻物。読むか。これなんだろう。音切りか。これ助かるな。音切り、どうしようか。あ、違う、何やってる。これはおにぎりね。じゃ、こいつ食べちゃって。タイガーウホか。こいつ、なんか、なんだっけ、祝福状態になってますね。こいつの心配しなくていいっていうのがいいね。こいつはやる倒す。ハヤブサ天狗だったか。音切りは絶対欲しいよな。ここで、じゃあ読んでいくか。巻物。ちょっと、でモンスターハウスだったりすると大変なんだけど。大丈夫だろう。おそらくね。
じゃあここで読みます。なんだろう、水枯れか。ちょっと持ってくには難しいかな。識別出たっけ。出てないよな、識別な。どうしようかこれ。識別かもしれないな。どうする。どうしますか。まあ識別以外にも候補がいっぱいあるんですよね。識はてなにしとくか。音切りは絶対持ってくぞ。ここで待つか。光線チャンスを待つ。クローマル、ノローション。まずはこいつを。右は、とりあえず無視。よし、来い。なかなか光線チャンス来ないですね。確か12から光線できるんじゃなかったかと思うんだけど。またこいつか。よし。あいつの行動パターンがなかなか読めないんですよね。あいつはなんだろうな。トゲドラゴンか。あ、偽物かこれ。偽物だね。偽物がやっぱいるんだな。気をつけないと。こいつも偽物か。かなり出現率高いな。来ないな。食料はいっぱいあるからな。待ってもいいだろう。右の部屋見ちゃうか。右に部屋があるかもしれないし。ちょっと見ちゃおう。何もないか。じゃあここで待ちます。ここに音切りあるしね。あれ、ダメだな、出てこなかった。結局出てこなかった。くそ、残念だ。どうする。ちょっと持ってきたいものが多すぎるな。どうしますかね。おにぎり置いていこうか。おにぎりでも持ってた方がいいよな、きっと。毒矢と交換するか、石と交換するか。難しいですね。どうしようか。参ったな。じゃあ毒矢と交換します。もったいないが。よし、しょうがないだろ。でもで敵が少しずつ強くなってきたな。で困った時ね、これで呪われてるんだな。これは全部独創か。よし、じゃあ次行きます。こいつ倒しようか。はい、13。とりあえず、本当に合成を目指していくぞ。あ、保存来たよ、やった。助かるな。じゃあ、合成しておきたいものがあるので、こいつ入れておく。よし、行こう。あ、ちょっと拾わなくちゃ。保存は助かるんだけどさ、回数3回なんですよね。今のところ拾ったやつ。しょうがないっていうか、しょうがないのかもしれないが。今度こそ合成したいぞ。まあただね、ペリカンが本物かどうか確かめなくちゃいけないんですけど。そういう苦労はあるけどな。まあどうしてもやっておきたい。なんだこれ、偽物かよ。壺ありがたい。壺なんだろう。あーなるほど。
まあ、いらないな。ちょっと草増やしとくか。よし。まあ、使うかもしれないしね。そうかそうか、カッパか。もったいねえ、すっげえもったいねえ。あー、もったいねえ。おー、びっくりした。もったいない。トゲドラゴン、おっと、こっち強いな。矢を使っていくか。よし。倒していく。なんか敵はこっちの方に向かってくるっていうイメージですね、なんとなく。わっと。お、長巻きか。長巻きプラス太郎か。どうなんですかね。あんまりいいもんないな、この階層。そんな、おっと、まあいいや。そんなに簡単にね、打開アイテムなんかあるわけないんだけど。だけど、うまい目に会いたいね。合成も、合成もしたいんだかな。使い下の剣か。ちょっと待って、倒しておこう。壺投げられたら大変だ。使い捨ての剣か。なんか微妙だな。ちょっとすこぶる微妙。まあちょっと食い物を、まあ、作れますけどね。鰹節があれば。あ、やった。ちょっとここで保存は助かるな、なんでかんだ言って。まあこの辺入れとくか。保存はなんだかんだ言って助かる。あ、来た。まず本物かどうか。おーし。来たね。どうするか。何混ぜるか。三ヶ所の盾に、こいつにですね、言っときたいことあるんですよね。ロッケストね。これからな、なんだっけ、塩やだんだとかね、そういうものが。うわ、強っ。よーし。出ますからね。はい。4つもありましたね。あんまり強い盾じゃないなーこれ。まあ、サブっていうことで考えておきます。よーし。ちょっと足踏み。回復しておこう。で、もう少し粘ろうか。まあ、ちょっと合成のチャンスがどのくらいあるかわからないしね。まあ、基本的に粘っておいた方がいいだろう。よし、食料には困ってないぞ。じゃあちょっといらないかな。なんだっけ、使い捨ての剣いらないか。あっと、ちょっと呪われるの勘弁だな。どうするか。まあしょうがないか。やるか。よし。怖い怖い。ちょっと部屋にいた方がいいな。でも一本道か。じゃあ階段部屋に行こう。階段部屋で待ってれば敵が来るんじゃないか。
よし。ではここで待つ。罠確認しようか。まあ適宜カットしますよ。やった、保存ゲット。アイテム入れておこう。鉄の矢も入れちゃうか。ちょっとまあいいか。呪われたら使えなくなっちゃうしな。あれ、風吹いてきちゃったな。下からなんか来るか。毒草か、毒草くれ、毒草、毒草くれ。で、右から何か来るか。来ませんでしたね。来ませんでした。なんか毒素ばっかり稼いじゃったけども。じゃあ行くか。しょうがない。行こう。